はい、アメリカ行きたいと思います。はい、じゃあ、サポートもアメリカにしたいと思います。行くぜ。撃破 HP 回復ついてんだね。あ、カーミラちゃん、美しい満月、太陽より大らし、我ら闇の眷属においてはただ一つの安らぎ。中二病みたいだ。狼男じゃないけど月の光を浴びていると気分が高揚するわ。サバンギール、こうやって遊びに来てんだろうなこいつらは。ヴァンパイアハンター、あなたの汚らしい血など月の光を取るに彩るには力不足だというの。こんなセリフが普通に出せるっていうのはかっこいいな。その前に、え、何、もう一個しないか。軽さい話か。いや、それじゃねえな。来たー、アメリカ。世界は変われども、月の光の美しさは変わらない。吸血鬼か、こいつも。これはどういうことだ。俺の感覚が、あんたもあいつも共に強力な吸血鬼の気配を。ある意味、どっちも、姿形は違うのに同一人物。何なんだ、俺は、おかしくなってしまったのか。やかましいヴァンパイアハンター。それはどうでもいいことより、どうでもいいことより、はるかに問題とすべきことがある。あ、そんなか。何？ふふふ。めっちゃ好み、そこ。ここのグリムノーツの奴らは。え？あ？なんじゃこの超絶美少女は？なんじゃこの超絶美少女は？大事なことが2回言ったな、これ。3回目めっちゃ好みタイプだし、しかも、何この適度な露出度。誘ってるの？私は誘ってるの？何普段着でそれ？なんたるナチュラルボーン。困惑してるんだけど。俺に説明を取られても答えられない。こんなエロい、エロ可愛い子が吸血鬼だなんて最高じゃない。私が吸って、私が吸われて、吸って吸われて吸い尽くされて。なおも、枯れ N 永久期間。まさかのサバンが、こう、アメリカの仲間になるっていうね。やばい奴だって、いいから逃げるんだ。やばいのはカーミラだったか。邪魔。ギャフン。弱っ。ひぃ。もう邪魔者はいない。夜は長いわ。さあ、クンズほぐれつ、吸って座って。いいの、私そういうの気にしないから。誰でもいけるか、カーミラ。怖がらないで、ずっと愛してあげるから。なんだ、今の拷問は。手遅れだったの。まさかね、こっちがね、やられてるとはね、アメリカが。あちゃおいおい。もうカオスだ。リディ・ドラキュラことアメリカですね。リディ・ドラキュラという作品の主役らしいです。シクシクシク。何があったか何となく想像がつく。大丈夫？大丈夫なわけねえだろ、これ。ねえ。お前たちもか。お前たちも。口で言えないようなことするつもりか。もう、グリムノートの世界に来てくんないよ、これ。ほっといても。アメリカちゃんの必殺技は強いんだよね。ただこれ下張っていく、これが当たんなかったら発動しないんだよね。もう一回使おうか。当たんかったー。当たらんかったー。開幕なら当たるでしょ。打つぞ、いけ。もう死んだ後だった。アメリカにしたかったのに。良きに計らえ。良きに計らえ。もはやここまでか。すごい必死な抵抗されたわね。もう全力だった。逃げも隠れません。好きなようにもてあそぶがいいわ。
もて遊びたい。おいおい、勘違いされたよね。これはこれは。世界の吸血鬼相手にも一歩も譲らなかったみたいですね。アメリカさん、僕たちはあなたの敵じゃないので信じてください。ふい、任せて。本当です。うーん、わかった。その言葉を今信じよう。素直だね。おーい、 X、 こいつ当たり、羨ましいな。さっさと移動するわよ。さっぱり事情が分かるのに先に説明よ。それは道中で早くしないとあの子が起きるわよ。それはまずい。ウケる。面白い。トラウマ刻まれてるね。無理もないですよ。それでは皆さん、次の世界に飛ばしますね。ハイサホー。これなんだ、ハイサホーって。サクサクだね。あ、私は一体何を。うんうん。ヴァンパイハンター、人の知識で似てんじゃないわよ。俺は一体、記憶消された？すごく、口にすると、漏れなくいい子が見ちゃいけないっぽい気がする経験をした気が。今日は襲われた、今夜は静か。決着はまた今度だ。それにしても何かしら、その、なんか、うずく。思っても言うな。やめとけー。あ、そっか、ヴァンパイアハンターとヴァンパイアか。はい、じゃあ、かぐや行きたいと思います。かぐやは初の大砲キャラだね。どうなることだよ。行きましょう。あ、かぐや姫。かぐやだか、かぐや姫？かぐや姫、あなたのために持ってまいりました。あなたの住む蓬莱の玉の枝です。まあ、これは。かわいいなぁ、かぐや姫。貴族様、一対一になったら代金を払ってくださるんですか？その話は後で。あんたの言う通り、銀の根っこに金の茎、真珠の実をつけた枝を作ってやったのに。なるほど。そういえば、そんな話だった気がするわ、かぐや姫も。はぁ、虚しい。結婚しないためとはいえ、できるわけがない。無理難題を聞く答えを聞くのも、ごめんくださいまし。あなたは一体何者ですか？なんて言うんですか、これ。ゆうつき堂という店を営む商人にございます。その商人さんが何のようです？これをお目に入れていただきたく。お笑いの玉の枝。先ほどの貴族の方がお持ちになれたものとは違い、正真正銘の本物でございます。この輝きはまさしく、他にもございますと。いっぱい。無理難題が。あなた一体これをどこで？このような珍しい品を扱っているのでございます。驚きました。自分で求めておいてなんですが、実在すると思ってもいなくて。あなたが殿方ならば、私はお嫁さんにならなければなりませんでしたね。お約束を果たしていただきたく存じ上げます。待ちなさい。言ったでしょ。私もあなたも女ですよ。そういう意味ではございません。あなた様はたとえ意にそぐわぬ婚姻でも、こちらの財宝を持ってくれば応じるとおっしゃった。あなた様の身も心も財宝も持って、身も心も財宝を持ってきたもののものということでございましょう。手前ども、遊月堂はお客様の望みのものを何でもご用意いたします。その代わり、いただくのは、銭？金？ではございません。あなた様の魂でございます。ホラーじゃん。怖い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 。これは失礼。まだ名乗っておりません。私の名はかぐや。一緒じゃん。あなたの望みを叶えなかった代わりに、あなたの全てをいただきますわ。誰か助けて。なんだって？いやそこまでよ。無粋ですね。どなた様でございますか？あなた方。グッドです。まだ間に合った。かぐや姫。はわわわ。こいつは悪者っぽいな。アカシックリコードの中でも。これは。この人が三人目の来訪者。あなたは何をしようとしているのです？
これは参りました。しかしこの商い邪魔をされては困ります。マジかよ。ちょっと異質なものって感じだね。ホラーの世界の登場人物です。ホラータオ、横文字が苦手か。タオは要は油断ならない相手ってことでしょう。このおぞましさ、もしかして青ひげを上回るかも。あの歴史の高い青ひげ校と、ん?肩比べというのかな、これ。ひ。スーザンなんて褒められたものでございます、ね。そのご期待に全力でお答えして差し上げます。来るぞ!みんな、メリークリスマス!ちょっと格言にしようか。こぐやこぐや。パパ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 。かぐやの必殺技が超強いんだが。大砲の武器がね、増えてほしいですね。行きましょっか。あらららら。めっちゃいい武器持ってんじゃん、そっち。くそ、羨ましいぜ。わら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 。これが2で撃てるっていうね。わら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 。オッケー。お気に召されましたか。さあ、おとなしくしなさい。ほうほうほう、こうなってしまってはもうジタバタしません。もう観念いたしますわ。もう少し行きたかったのでございますが。あの、小宮さん、僕らはあなたに危害を加えるために来たんじゃないんです。あ、悟空。あ、ミディか。返す、ふふふ。皆様方ご存知ないのでございますね。なんだよ。帰るべき場所などございません。なぬ。本当はあなた方もとっくに気づいておられるの。それは、どういうことか。幽霊どういうことなの。知っていましたか。私も彼女たちほど無邪気であれば、こうも思い悩まずに済んだのですが。なんだ?最初の倉庫に戻りましょう。そこで全てお話しします。は!今回は変な魔法じゃないね。はい、作法とか。あ、かぐや姫。なんだかすごい怖い夢を見ていたような気が。はい、アカシックリコーダーの倉庫、最後行きたいと思います。どうなるやら。居場所がないなんて。アメリカちゃんを使いたいと思います。またここに戻ってきたわね。そういえばここは何の倉庫なんだろう。それは聞いてなかったね。確かにあまり見ない背景だね。日の光すらありませんからね。お帰りなさい、皆さん。ややこしいから、もう。あれだね。三坂美琴の苦労みたいな。改めて問い直す必要はないわね。どういうこと?この三人が揃うとなんか、強烈だな。来訪者が戻る場所がないって。それは、来訪者でございますか。そこの方はキュベリエ様とおっしゃいましたね。あら、それは尊いお方でしたね。そんな方嘘つくのは関心。あ、嘘ついてたの?どういうことだよ、お前何知ってんだ。来訪したものではございません。私たちは投影されたものなのです。どういうことだ?違いが。正しくは私たちの元となった者たちがいる世界が、この世界とわずかに接触したとき、その世界の者たちがこちらの世界に映し出され生まれた。それが私たちなのでございます。そりゃあの、どういうことだ。マジかよ。偽物ってこった。本物はアカシックの方にいるってこと。自分がどういう設定でどういうのか設定は分かっていても、どのように生まれ、どのように育ち、どのようにしてこちらの世界に来たのか、そんな物語はあなたにはないでしょう。なるほど、月の光のようなものじゃな。己の光ではなく太陽の光の反射。おそらくは本物の我ら。
ええ、元ある世界にそのままいる。ご理解いただけましたか？戻る場所などないという意味が。なるほどな。彼女たちは繋がれるべき物語がない。オキュベリエさん、ソークに生まれながら運命の書を持たざる者。それゆえにストーリーテラーは彼女たちを排除しようとした。彼女たちがそれぞれの自分たちの本当にいた物語の原点のソークに現れたのも、自分たちの物語を求めようとした本能なんです。ああ、そういうことね。あと一歩でございましたが、うまくいかないものですね。どういうつもりだ？悟空、アーミリカ、カグヤ、あなた方がこの世界であり続ける方法が一つだけあります。空白の書か運命の書を持つのかな？キュリエ、あなた方に少し嫌な役割をお願いします。あなた何言ってるの？これで負ければあなた方は消滅します。しかし、このままあり続けることもできません。どうしますか？なるほど。そういうことか。やるさ、やるしかないだろう。お前らそれでいいのか？悪いね。正直、あんたのことは嫌いじゃないけど、俺らも生まれた以上はただ黙って消える気はしない。ない。負けても恨みはせぬ。全力で来るがいい。そんな。悲しいじゃん。まずは僕。ひざまずきなさい。次はアーミリカかな。アーミリカの必殺。おりゃ。ヘイ。ラストですね。かぐや。いけ。ひざまずきなさい。カオスシンデレラ容赦ね。くれたあなたの顔、とってもよかったわ。やっぱ強えな。だが全力で抗っての結果だ。受け入れるしかあるまいの。そんな、こんなこと。呪われよと申し上げたいところですが、酷な思いをさせてしまい申し訳ありません。おさらばでございます。言葉が出ないです。くそ。副将。キュベリエ、あなたはこんなことを私たちにさせたかったの？どうしたキュベリエ。さすがレイナさんたちです。見事私の計画通りに全てを進めてくれました。手の上で転がされてたのか、実は。あなたは一体。これで万事解決です。何言って？って、え？日が昇って、なんか昇るの早くない？すごい勢いで太陽が昇ってくる。うわ、眩しい。昼になった。姉子あれ？え、あれは？なんだ？なんで俺ら？なぜ再び？あらあら、これはどういうことでございましょう。ああ、よかったよかった。これで万事解決です。はい、なんでしょう？てい。またお尻。彼女たちは一つ思い違いをしていたんです。彼女たちは自分たちは異なる世界の投影者と思ってました。それは間違いではありません。しかし投影された先が異なるのです。あなた方が元となった世界、そうですね。便宜上アカシックリコードの世界とでも呼びましょうか。この故障が正確なものなのかわかりません。ただ、この名称は向こうの世界にしかないので、あくまでとりあえずの呼び方です。そのアカシックリコードの世界って何だろう？あくまで断片のものですが、アカシックリコードの世界でも、この世界同様、世界の根幹に関わる戦いが行っています。彼女たちを生み出したクリエイターたちは、彼女たちを力として世界を脅かす存在と今も戦い続けているのです。クリエイターか、いまいちつかめない。皆さんは導きのしおりを用いて、ヒーローとコネクトし、その力を使って戦いますよね。悟空さんたちはヒーローさんと同種の存在ということですか？
クリエイターが自ら生み出した物語から召喚した力であり仲間なのです。ですから原点を元として作られた物語の登場人物と共に戦う者たちという物語の登場人物であるのです。なるほどね。はい、物語は人の生き様を持って物語として形作られます。しかしアカシックリコードの戦いは今も続いている。つまり完結していない物語なんです。彼女たちが運命の書を持っていないのはそれが理由だったんです。あ、完結してないからね、運命の書もないと。じゃあなんで僕たちと戦ったの。ストーリーテイラーはそれでも彼女たちのあるべき世界を作ろうとしました。それがこの倉庫なんです。でも何もなかったじゃねえか。それはそうです、完結していないんですから。作りようがありません。だから一旦完結させたんです。物語をまとめるクライマックスにふさわしいシーンを作る。そうすれば一時的に物語は完結し安定します。桃太郎の鬼退治や王子様と呼ばれるシンデレラ、要はオチですか。ラストのめでたしめでたしにつながる場面か。なんかキベリエ実はしたたかだなこいつなんかアホなふりしてるだけで実は頭いいんじゃないか。これでやっとこの倉庫はアカシックリコードの倉庫として安定したんです。分かったような分からないような、でも俺たちはこれでもうそのいでもいいわけじゃな。今のところはそれだけ分かれば十分です。え、いずれ倉庫が安定していけばあなた方それぞれの原点をもとにした倉庫が生まれるかもしれません。まあ理屈は分かったわ。ただ一つ疑問、なんでそれ黙ってたのよ八王子芝居じゃストーリーテラー満足してくださらないと思って。はい、お尻か、八つ当たりひどい。皆様方はヒーローの魂を召喚し力をとすることができるのでございますね。ええ、そうです。ならばいずれは私どもも呼び出すことができる日が来るかもしれないということ、その時には存分にお使いくださいませ。うん、俺の力がすげえのはよく分かっただろ。頼りにして、頼りにしまくるよな。なんだか振り回されそう。でも何やともあれ、よかったよかった。はい、それでは皆さん声を合わせてめでたしめでたし。終わったはい、アカシックリコードグリムノーツでした。すごいね、なんかキュベリーの実は頭いいんじゃないか説出てきましたはい、ということで今回これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよければご視聴お願いします。ではまたね。